校舎で行っている改修工事について事例を交えてご紹介します。校舎共同事業を行ったオーナー様向けに無償で行っている建物劣化診断サービスでは、屋根の防水、外壁シールの打ち替え、タイルの浮き部分の補修、鉄部塗装の更新などを提案します。レポートを作成し、見積もりの依頼を受けた場合はレポートに基づいて再度現場確認した上で見積もりを提出いたします。結果、オーナー様にご了承いただければ工事を行います。大規模修繕工事の概要を映像でご紹介します。工事の際は入居者様にご迷惑がかかるため工事の周知を行います。打診棒でタイルや塗装部分に浮きがないか確認します。浮いた部分にチェックを入れます。検査で割れていた部分を張り替えています。検査で浮いていた部分に接着剤を詰めて補強しています。接着剤を注入しています。コンクリート打ち継ぎ面のシールを打ち替えます。養生をしています。下地処理をしています。シールを打ち込んでいます。シールを鳴らしています。養生を剥がします。シール工事完了です。汚れを落とした後、塗装を行います。玄関枠などの鉄部は錆を落とした後、塗装を行います。共用廊下等の塗装を行う際は大掛かりな養生が必要です。防水工事を行う場合も清掃は欠かせません。洗浄後、乾いた後、防水工事を行います。防水シートを貼っています。防水工事の完了です。完了検査を行い、オーナー様に引き渡しをいたします。大規模修繕工事を行っていただいたオーナー様とお嬢様にインタビューさせていただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。不燃校舎でマンションの大規模修繕工事をなさっていかがでしたか？はい、マンションを建ててから15年が過ぎたので校舎さんに建物診断をしてもらいました。不具合のあるところをとても分かりやすく説明してもらえたので見積もり書を作っていただきました。最終的に不燃校舎に修繕工事を任せていただいた理由を教えていただけますか？はい、校舎さんからはマンションの管理会社からも見積もりを取って比べた方がいいとアドバイスを受けたのが印象に残っています。そうしたこともあって校舎さんなら安心して工事を任されると、家族みんなが納得したので修繕工事をお願いしました。工事中はいかがでしたか？はい、工事の進み具合について丁寧に説明していただきました。タイル検査の時は思ったほどタイルの状態が悪くなかったので工事費を抑えていただいたり、オーナーの立場に立って工事を進めてもらいました。
入居の方にも常に気を配ってもらえていたと思います。最後に工事を終えて感想をいただけますか？はい、マンションが綺麗になって嬉しいです。よかったよね。入居も順調です。安定したマンション経営には定期的な建物の診断とメンテナンスが大事なことがとてもよく分かりました。